ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、桃川助演口述によります、大岡正談怪談夢の仇討ち。この作品は明治43年怪談恋物語として刊行されたものの中に収録されたものです。それでは本文をどうぞ。大岡越前の神伊勢の山田に奉行を務めておりまして、大岡中右衛門といった頃、古市の油屋喜右衛門の抱え八重梅と申す将棋が、夢のうちに自分の父九七の姿を見て、それを証拠に客を殺しまして、大岡中右衛門殿取り調べの上仇討ちをしたことが明瞭いたし、ついに八重梅は方面に相なりまして、大層な勝備の上御関門朝目を下されたという珍しいお話を申し上げましょう。夢の仇討ちと題しますが、やはり幽霊が出ますから、そのおぼし召しでお聞きを願います。時は聖徳の3年9月の末のことでございます。伊勢宮川宿居酒都政小袋屋鋳造の表に、年頃57、8になる色の黒い杖の小作りな粗めのような衣類を着て、髪は森のごとく生え、髭はぼうぼうと伸びたイカ様小敷でございますが、半分体に煮え湯を浴びたと見えて、煙が立ち上り、それに口からはだらだら血が流れ、額はこれも打たれた傷だと見えて、血潮に染まりうなっているを、45、6になる男がしきりに介抱をしている。この者は江戸でいう得た、あの辺へ参ると番太と申します。こういう小敷の世話などをよくいたした者。小袋や鋳造はまだ40にはならない、色の白い背の高いなかなかな講談師、たすきを取ってそれへ出てまいりまして、伝九郎か、旦那、何かこの小敷がお店を騒がしたそうで。俺は台所へ出ていてよく知らなかったが、奥間に聞くと銭箱へ手を突っ込んで銭を持って行こうとしたから、そこで奥間がキセルで殴ったそうだ。やつがぶっ倒れると運が悪かったと見えて七輪へぶつかって夜間が倒れ煮え湯を浴びたそうだ。まことに気の毒だけれども、どうも仕方がない。これで公約でも買ってやってくんな。ありがとう存じます。こいつは旦那、松並木におりました吉貝の小敷でございます。2、3日前からだいぶ気が落ち着いて正気になったようだということを聞きましたから、実はわっちが呼び寄せてこの土地でもらっている考えなら、他の者の前もあるから一応俺のところへ渡りをつけろと言ってやろうと思っておりました。やはり一旦気の違ったやつは仕方のないもので、銭箱へ手などを入れたのでございましょう。どうもありがとう存じました。あいあい、小袋屋の旦那によくお礼を申せ。領事代として一部下すった、よくお礼を言え。何を言うか口が腫れているからてめえの言葉は聞き取れねえ。何？なんだ？返せ。金を返せと？バカ野郎。旦那、お聞きの通りでございます。小敷一台に見られません。一応もらい申しても返せというくらいでございますから、気違いに相違ございません。いえ、これから家へ連れて行って領事をしてやりましょう。とんだお騒がせ申してすみません。おかみさん、ごめんくださいまし。伝九郎、頼むよ。なに、ここに私が座っているといきなり表から入ってきて銭箱へ手を入れたから。いえ、ただいま旦那から受けたまりました。塩のねえ野郎でございます。何しろ吉芸ですから困ります。さあ一緒に来い。バンタの伝九郎がこの小敷を背負って我が家を指してゆく。
店に飲んでおりました七八人のお客が、おかみさん、あの伝九郎が来なければあの小敷は大勢こちらの若右衛門のために殺されてしまうところでしたね。何しろあなた、うちの若い者は気が早うございますから、もう少し打っちゃっておけば本当に殺してしまうかもしれません。おい、音吉、吉蔵、三吉、手を洗ってきな。あの小敷を打って汚いから、食い物商売はきれいにしなければいけねえわ。ずいぶん汚ねえ小敷でございます。小敷にきれいなやつがあるものか。その晩はいつもより早く店を閉めまして、奉公人を湯にやった後、奥の六畳で中蔵と差し向かいになった奥間。中蔵さん、お前くらい男のくせに弱い人はない、なんだって逃げたんだよ。奥間、あれは驚いた、九七じゃねえか。忘れもしねえ3年前、あいつが清野村の聡明台で大神宮様へ村内祈祷のため50両の金を持って代々をぶちに行くときに、俺んところで酒を飲んで裏の川屋に入る、その時懐の胴巻を稲村の中に入れたは大神宮様に納める金、不浄に怪我しては悪かろうという考えがあったと見える。その時おめえが50両の金を石とすり替えておいたのを知らねえで、あいつが持っていった。その後様子を聞きゃ村の人にすまねえというので吉芸になったということだ。しかしあいつの50両をおめえが取ったのが元手になって、これだけの心象に仕上げた。ところへ今日九七が飛び込んできたから、俺は驚くじゃねえか。何を言うんだよ、本当にお前さん男らしくないよ。そりゃなるほど、九七のお金を取ったからこれだけの心象になったには違いないが、なぜ先殺さないんだよ。なぜ。よくお聞きよ中蔵さん、体質を生かしておくとね、これから二人が枕を高く寝られない。今向こうが小敷じゃないか。それを殺したところで50両か100両の金を使えば内債になってしまう。そうすればこれから先安心をしていられるじゃないか。3年前には50両のお金が欲しくってあれを盗んだけれども、今では50両ぐらい大金とは思わない。なぜ生かして返したんだよ。どうも俺はおめえとは違ってそんな無法なことはできねえ。さっき私が見ていればお前伝九郎に一部やったろ。一部やった、それが悪いか。中蔵さん、本当にお前はバカだよ。なぜ。今までどんな小敷が来ても一文も出したことのない小袋屋がいかに怪我をさせたにしても一部というお金を出したとなると伝九郎が変だと思うじゃないか。それに九七が気が違って正気になっているよ。今は口が聞けないから黙っているが、傷が治った暁にはきっと3年前の話を伝九郎にするに違いない。そうすれば一部のお金が変だと思っているところへこの訳を聞けばいよいよおかしいと思って、それから悪事の訳が割れ、お前と私と縄にかかるようになったらどうする。あの時に殺してしまえばいいのに。なるほど、そうだな。今になって気がついたって間に合わないよ。今しがた様子を見ておったら宮川の渡し口へ小屋をこしらえて、その中に九七が寝ていたから、これを幸い今夜お前と二人でそっと忍んでいって殺してしまおう。いいかい。そら驚いたな。何が怖いんだよ。だって殺すな。生かしておくと二人がこれから先安心ができないよ。そうか、それじゃあ仕方がね、殺すと決めよう。決められたやつは災難だ。ちょうどその夜の9つ少し過ぎた頃に、奥間に中蔵の二人は奉公人の寝静まりしを伺い、裏口からそぼっと出まして宮川の渡し口へ参りました。時しも9月の末、今宵は雨模様で今にも泣き出しそうな空、川上が4、5日前に降ったと見えまして、宮川の水かさ勝り、蛇籠に当たってゴーッと流れる水音、九七は痛みが去ったものと見えまして、伝九郎の情けで急ごしらえのかまぼこ小屋、その中に
俵の布団にボロ綿の枕をしてすやすや寝ておりますこもだれをあげて中をうかがう奥間。忠蔵さん、九七はよく寝ているよ。おい奥間、これを殺すのか。かえそうだ、助けてやろうじゃねえか。何を言ってるんだよ。こいつを生かしておいては枕を高く寝られないから危ない思いをして殺しに来たんじゃないか。さあいいかい忠蔵さん。ずいっと中に入った奥間、用意の細引きを取り出し九七の首へ巻きつけて端をばらりと表へ投げ、忠蔵さん、この端をしっかり引いておくれ。いよいよ殺すのか。九七、俺を恨んでくれるな。静かに押しよ、いいかい。馬乗りになった奥間がうんと細引きを引きました。表にいた忠蔵も生阿弥陀仏と言いながらうんと祖母神の力を両の手に込めて引きました。ああと一声上げた九七、鼻からだらりと血を垂らしてそのまま息は絶えました。忠蔵さん、もういいよ。とうとう死んだか。生阿弥陀仏、これから死骸の始末をしなければならないと言いつつ、九七の死骸を小脇に買い込んでかまぼこ小屋を出てまいりまして、忠蔵さん、この九七の死骸は子供のように軽いよ。ザブザブ宮川に入ってまいりまして、残部と投げ込んだ九七の亡骸はそのまま川下に流れて行きました。二人は手を洗って帰ってまいりましたが、元より忠蔵はさほどの悪人でもないと見え、枕について寝るとうーんとうなされる。忠蔵さん、しっかり押しよ。どうしたんだい。ああ、夢か。今九七がここへ来て俺の胸ぐらを押さえた。それはね、お前さんは気が弱いからそんな夢を見るんだよ。死んだ九七がなんでここへ来られるものか。それでも来たんだ。はいはい、奥間、向こうにある白いものは何だ。あれは私の寝巻きだよ。あんな白いものは取り込んでおいてくれ。さあこれから忠蔵が寝ると、九七が来た、九七が来たという奉公人の耳へこれが入って、それから悪事が露見をしては一大事と思いました奥間が、ある日忠蔵に向かい、忠蔵さん、そうお前さんのように毎晩うなされるとしまいには人に聞かれて二人の身の破滅にもなるだろうと思う。そこで私が考えたが、もともと九七が清野村の聡明台で50両大神宮へ代々を打ちに行くのを取ったのだから、お前さんがこれから大神宮様へ行って100両代々を打ってご祈祷をしてもらったらば、そのご利益で九七の姿が見えないようになるだろうと思うが、どうだろう。なるほど、それじゃ奥間、そういうことにしよう。ここで忠蔵は翌日宮川の我が家を出まして、大神宮様へ参りました。ただいまは宮川まで三宮鉄道が敷けて大層便利になりました。何しろ宮川から大神宮様まではわずかな道、忠蔵は宇治波伊賀の神という神官のもとへ参りまして、代々をうちに参りましたものでございますからよろしくという、すぐに取り次ぎの者が忠蔵を広間へ通しました。しばらく経つとそれへ立ち入れましたのが、年齢42、3になる男、烏帽子したたれを着しまして、これぞ藤波伊賀の神でございます。横手に机を控えて手代が一人ついております。手前が伊賀の神でござるが、代々をお家になるあなたは。私は宮川の者でございます。家内祈祷のために代々を家に参りました。それはご既得のことだ。して代々金は何ほど。100両でございます。お一人でお家になりますか。さよう、
一人でございます。よしべ、それちょっと記しておけ。へえ、百両をしたためました。そこでお客人、表へお名前を書いて立て札をいたし、明日より三日神楽を奏してご家内のご祈祷をいたします。お名前は何と仰せられますか。さよう、宮川宿鳥の年男39歳とお印を願います。いえ、お名前は。いえ、私は名門のために代々をうちに参ったのではございません。近頃体が悪くなりまして、まことに困難もいたします。それゆえご祈祷を願いに出ましたのでございます。ただいま申しました通り、鳥の年39歳男とおしたためくださいまし。伊賀の神も感心した。今まで代々をうちに来たもので、一人で百両を出して、ことに匿名なものは一人もない。実に偉いと思いました。吉兵衛に申しつけ、帳面に記させ、ごゆるりとご休息なさいと、そのまま引き取る。間もなく結構な料理を差し出し、吉兵衛がそれへついて万事もてなしをいたします。ご存知でございましょうが、今晩はこれへお泊まり遊ばして、明日から三日間お神楽をあげます。まことにつまらんものでございますが、一口召し上がっていただきたい。これはどうもとんだごちそうになりまして、ありがとう存じます。そこでこれから忠蔵も酒屋の主だから飲める口、吉兵衛を相手に浮世話をしながら酒を飲む。まもなく食事を済みますと、もう夜分でございます。旦那様、ちとお早いようでございますが、だいぶご酩酊のご様子でございますから、お休み遊ばしたらいかが。さよう、それでは伏せることにいたしましょう。お休みなさるならこちらへおいでください、と案内をしてまいりました。ひとま剣舞の夜のもの、それに結構な水差しがギアマンの水飲みとともに黒塗りの盆の上に備えてあります。霧の胴丸の火鉢に池田の霧積みを生けて、煎茶道具が一切ございます。寝巻きももちろん柔らかもの、鋳造もかねて話には聞いたが、大層手厚き取り扱いをするものだと感心した。旦那様、私はお次に寝ておりますから、ご用の節はご遠慮なくお呼びください。もしもし、あなたのお名前は。吉兵衛と申します。ああ、さようですか。ところで吉兵衛さん、どうでしょう、お休みなさるなら私のそばへ寝てくださることはできますまいか。と申すは、私はとろとろと寝ますとうなされるのが病でございます。その時に起こしてくださるものがないと苦しみまして、明日は体が使えません。どうか一つそばへ寝ていただきたいもので。かしこまりました。それではおそばに休むことにいたしましょう。ここで鋳造吉兵衛、床を並べて眠りました。鋳造は今夜も夢のうちに九七が来るかと思い、例によってうなされたら吉兵衛に起こしてもらう心で床に入りましたが、酒の勢い、前後も知らぬ高い引き。もしもし、旦那様。はい。ああ、何か私が申しましたか。うなされましたか。いえ、そんなご様子はございません。私も昨晩あなたのお話を聞いておりましたから、時々目を覚ましましてご様子を見ましたところが、よく寝ていらっしゃいます。もうこれ5つでございましょうから、大きなすってよろしいと存じます。はい、夜が明けましたか。と言いながら見ると、庭にいっぱい日が差しております。昨夜に限って夢を見ない。久しぶりで鋳造が心持ちよく眠りました。はあ、ありがたい。夕べの夢に九七を見ないのは、これも大神宮様のご利益か、と大層喜びましたが、神は非礼を受けず、悪人に利益を与えるわけはない。例えば鋳造が
千両万両の金を納めて祈ったところで、何利益を与えましょう。ゆうべ九七の夢を見ぬのは己の精神の作用でございます。その日から神楽を奏し祈祷をいたします。ただいまのお方はご存じございませんが、昔大神宮様へ金を納めまして祈祷を願うのを代々を打つと申しまして、なかなか手厚いご馳走をしたものでございます。すると吉兵衛という手代が、旦那様、今晩は古市へお遊びにご案内をいたします。今晩一晩は手前どもの方で一切入り用は持ちます。明晩からお遊びにおいでになるにはご自便で願います。今晩だけは決してご散財はかけません。そうでございますか。それでは今夜一晩久しぶりで古市へ参りましょう。夕方からご案内をいたします。そこで鋳造を連れて時刻を計り、古市の油屋喜右衛門方へ参りました。備前屋油屋などは古市有名な貸座敷、今日も残っております。俗に伊勢音頭と申しまして、大勢将棋がお客の前で踊ります。そのうちで別品をお客が見立てる。ただいまはだいぶ小塚が古市へ参りまして、この踊りを見ては喜んでおりますが、藤波伊賀の神のところより今宵客を連れて行くから、器量のいい行儀正しき女を相方として出してくれとかねて申し込みがございますから、主喜右衛門が誰がよかろう彼がよかろうと調べてみると、宮川の在清野村百姓九七の娘お梅、3年前に身を沈めて当時は八重梅と申して、大層客を大事にする評判のいい女で、ことに器量もよろしい。これがよかろうと気がつきましたから、喜右衛門が八重梅を内緒に呼んで、今夜藤波さんからお客が来る、相方はお前と決めておくから助裁もあるまいが大事にしてくれ、で昼のうちにゆっくり寝ておくようにしろ。はい、承知いたしました、と八重梅は昼のうちに寝ておこうと座敷に参りまして、枕についたが、どうも胸騒ぎがして眠られない。今宵の客は大事だ、夜寝てしまうようでは務めができぬ、なんとかして昼間寝ようとしたがどうしても寝られない。不思議なことがあるものだと思ううちに日は暮れる。間もなく藤波の手代吉兵衛がついてお客が参りました。自分はすっかりお作りができておりますから、その座敷に出て取り持ちをする。今年十九で油屋で一と言われる女、いかにも品格がよろしい。藤波の手代吉兵衛が芸者の弾く三味線に連れて小唄を歌い、または怪しい踊りを見せまして、太鼓持ち代わりになかなか器用なことをいたします。そのうちに座敷が引けて八重梅の部屋に参って、鋳造は眠ることになりました。ところがどうも八重梅が鋳造のそばにいるのが嫌だ。そのくせ鋳造はなかなか美男でございまして、年よりは若く見えるたち、ことに口数も聞けずおとなしく、ちょっと女に愛されるようにできておりますが、これが八重梅は嫌でたまらない。鋳造は酔っておりますから、枕につくと高いびきで寝てしまう。八重梅は長らうの着せるをついて枕元にしょんぼりと座っている。次第次第に夜は更け渡り、ただいまで言う午前2時、昔の八つ殺しも10月の初め、ほうどっというさよ嵐に、表二階の戸にバラバラッと当たる落ち葉、酔いの騒ぎに引き換えて油屋がしっそりといたしました。その時八重梅が眠るともなくトロトロッとすると、父の九八がそれへスッと現れました。お梅、
今夜来た客がわしを殺したもので、お前のためにはほやの敵じゃ。はっと驚いた八重梅、あたりを見たが、別にこれに人の来た様子もない。客を見ればよく寝ております。さても不思議なことがあるものだ。3年前にこの油屋に勤め奉公に来て、その後様子を聞けば、お父っつぁんは気が違って村内を出て行方知れずになったとのこと。カラスの鳴かぬ日はあるが、一時返事も忘れたことのないのはお父っつぁんの行方。私がここへ勤め奉公したは、清野村の代代金50両を宮川の小袋屋という居酒屋で取られたがもと、普段お父っつぁんのことばかり思っているから、今のような嫌な夢を見たのであろう。何にも知らないこのお客を敵だなぞと思ったは、たとえ夢でもすまぬこと。と言いながら見る気もなく向こうを眺めると、絹張りの丸あんどんのもとへ座っているのは親の旧七。ひげはぼうぼうと伸び、酒焼きは森のごとく生え、首へ二筋の縄を巻き、細い手を出して鋳造の方へ指を差しております。お前はお父っつぁん。という途端、おお旧七、勘弁してくれ、俺が悪かった、と上ごとを申しました。これを聞いた八重梅、さてはこの者が父の仇かと思うと、ムラムラと逆女をいたし、ひらり廊下に踊り入れ、内緒に参りまして、人のおらぬが幸い、カミソリを2丁を持って参り、それを絹糸で結び、客の枕元に進んだとき、九七、許してくれ。親の仇、覚悟しろ。と、喉元深く差し貫いた。いや、と、たまぎる声。何事が始まったかと、この部屋に駆け込んでくる2、3人。いや、大変だ、無理心中じゃ。と騒ぎ立てる。さあ、油屋喜右衛門驚き、藤波伊賀の神の手代吉兵衛と共に駆けつけ見れば、この始末。旦那さん、お騒ぎなさるな、親の敵を討ったのでございます。八重梅、お前気が狂ったか。なんでこのお客が親の敵だ。今九七がこれに現れて、このお客が自分を殺したものであると申しました。それにお客も九七勘弁もしてくれと上ごとを言ったのが何よりの証拠。それゆえこの人を刺し殺しました。という喜右衛門驚いて捨ておけませんゆえ、夜明けを待ち、与田町奉行大岡忠右衛門に訴えました。ちょっと申し上げますが、上田と書いて陽田と読ませます。巻方と書いて平方と読ませ、長国寺と書いて長谷と読ませる。これらはそう読むべき理由があって読ませるのですから、差し支えはございませんが、随分我々のような富岳な者が見ても間違った看板がございます。ただいまはございませんが、両国に八花園と申す薬を売る家がございました。そこの看板に金で八花園と書いてありました。白状の白に貨物の貨、白貨ですから、白貨でなければいけません。それが八花園はおかしい。昔、今王子道さんという学者に、鞍馬道の商人が、かく乱の薬の看板を書いてくれと頼みました。その時に道さんが、博覧の薬と金で書いてやりました。するとその商人が、先生、博覧の薬でございます、博覧ではございません。いや、なるほど、博覧が本当には相違ないが、あの辺は粗末な族が多くいるところで、方言で博覧のことを博覧という。それゆえ私は博覧と書いた、と申しました。これらは知っていて故意にとぼけたのですから面白い。この与田町奉行大岡忠右衛門が八重梅を呼び出して調べてみると、全く親の仇を
撃ったという証拠は何かと聞くと、九七の幽霊と夢と客の寝言が証拠だという。このくらい薄弱な証拠はございません。幽霊と夢に寝言なぞはすこぶる大岡忠右衛門殿も解決に困りました。そこで藤波伊賀の神の手代吉兵衛を呼んで、殺された客はどこのものだと聞くと、宮川宿のもので39で鳥の年、名前はわからないという。これにも困りました。そこで殺された死骸は塩漬けにして油屋に預け、八重梅は一時受領、なお油屋の主喜右衛門を呼び出して、八重梅は誰が売り主だと聞くと、宮川財清野村九七が売り主で、道村の組頭陣兵衛が受け人、3年前の9月30両で5か年と決めて抱えたという。そこで清野村へ差し紙をつけ、組頭陣兵衛を呼び出しました。そこで八重梅の一条を尋ねますると、3年前村内総代として50両大神宮へ代々を打つに参った説、宮川の小袋や中蔵という居酒屋で酒を飲みました時に、九七が50両取られ、それを償うために娘お梅を油屋に売りまして、30両の金をこしらえ、名主のもとへ持って参り、あとの20両は死ぬまで稼いで埋めると申しました。その時狛江百姓どもが九七にいろいろ難題を出し、50両取られたというは偽りで、他へ隠しておいたものであろうと申しましたので、元来小胆な九七、それから気が違いまして村を飛び出し、承りましたところ、宮川の土手におりましたを番田の伝九郎が引き取って世話をしたとか申します。これを聞いて忠左衛門は陣兵衛を下げて、翌日番田伝九郎も呼んで取り調べた。ところが伝九郎より前に申し上げた小袋屋で九七が撃たれた時、自分が連れて参ってかまぼこ小屋をこしらえ、そのうちに入れておいたが、行方知れずになった始末を申しました。そこで殺された者は小袋や中蔵ではないかと思い、差し紙をつけた。ところが小袋屋の主が不在で、妻のお熊が出ました。熊、そちの夫中蔵は何歳になる？39で鳥の年でございます。当時いずれに参っておる？家内祈祷のために大神宮様へ代々をうちに参りました。さようか。熊、何事も約束事と諦めろ。と申すは、そちの夫忠蔵は古市の油屋喜右衛門の抱え八重梅と申す女子のために儚き最後を遂げたぞ。はい、どうして殺されました？八重梅が父九七の仇と申して刺し殺した。死骸は喜右衛門方に預かりある。しかし熊、八重梅をお仕置きにいたしたところで忠蔵が蘇生をいたすものでもない。よってこれは内災にいたし使わせ。というとお熊が、これはお奉行様のお言葉とも存じません。言われなく殺されました忠蔵、いかにも不憫でございます。あくまでも八重梅をお仕置きにしていただきたいものでございます。しからば彼は原刑に行うであろう。追って呼び出す。下がれ。とお熊を下げておいて、これからだんだん大岡が考えたは、確かに忠蔵夫婦が殺したものには違いないと思いましたが、証拠がございません。そこで堀江良介という同心に申しつけ、宮川の川下を訪ねさせた。すると9月の27日に古事記の推進人が山田村の岸へ漂流して、これを玄空寺という寺へ仮埋めにしたという。その死骸を掘り出して取り調べました。八重梅が申した
九七の人相を学校に会っている。ことに首に二筋の締められたあざが残っておりました。これが何よりの証拠。それを書面に明細にしたため、立ち返って大岡に告げる。ところへ番田伝九郎が九七の小屋を9月の28日の朝見回った時に、こういう縄が落ちておりましたと届け入れた。この縄の先に小袋屋という焼き印の座った小さな札がついておりました。奥間と中蔵が九七を殺して慌てて帰りました時に落としたものと見えます。細引きに札のついていたというのが運のつき。奥間はこれを差し付けられて一言もございません。全く中蔵と示し合わせ、九七を殺したと白状をした。そこで中蔵の死骸は3日の間晒しの上取り捨てられ、奥間は引き回しの上打ち首。なお八尾梅はお褒めのお言葉があって、アホ差し五冠門下しぼかれました。まだ年季があるが、桂門が正門を巻いてこれを返して使わしました。八重梅は清野村名主三右衛門のところへ引き取られ、その後夫をもって九七の跡目を相続いたしました。という芝居でする正直清兵衛の実説、幽霊がその身の仇を教えたというお話、これにて語り納めといたします。桃川助演口述速記より、大岡正談夢の仇討ち、明治43年怪談恋物語より読み切り。